はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。やーていうです、ね、さあ、やってまいりました。今回ですね、お久しぶりでございます。BTS さんたちからアンパンマン、こちらのダンス解説をしていきたいと思います。ということで、収録ボタンは4ということで、いや、アンパンマンというこの曲、なんかこう、絶妙な曲の世界観をダンスでどう見せていくのか。アンパンマンっていうのは、あくまでもその子供向け番組じゃないですか。スーパーヒーローなんだけれども、いわゆるスーパーヒーローってこう、アメコミの世界でもっともっとこう、強そうな人たちたくさんいらっしゃいますし、なんならこう、無敵の、ムキムキの人たちもたくさんいるじゃないですか。で、歌詞の中でスーパーマンだったりとか、バットマンっていう、まあ、ワードは出てくるんですけれども、あくまでもタイトルはアンパンマンであるっていうところ、その最強のヒーローというわけではないよねっていう、その世界観なんですよね。だからBTS さんたちがいろんなヒーローがいる中でアンパンマンをチョイスするっていうところ、自分たちと重ねるそのヒーロー、自分たちのその目指すヒーローのあり方っていうのが、あくまでも超超スーパーヒーローではないっていう、どこか寂しさがあるというか、ヒーローなんだけれどもどこかにその弱点があるじゃないですけれども、っていうところのその一つの自分たちのその弱さみたいなところと、でもヒーローになりたいというその気持ちの葛藤みたいなところが、なんかね、この曲のメロディーからもちょっと感じられるというか、ちょっとこう切ないんですよね。切ないんだけれども、でもそれでも戦うっていうね、なんかちょっとグッとくるんですよね、アンパンマンっていうのはね。で、そのポーズを取っていくところのこの雰囲気とかも踏まえて、いや、なんてだから絶妙なラインをこれ取ってるんだろうなっていう風に思っちゃうんですよ。普通だったらやっぱめちゃめちゃ強いスーパーマンとか、やっぱりそういう、なんでしょうね、強いヒーロー系のキャラクターがモチーフになるところを、だから柳瀬隆先生もびっくりですよね。はい、というところでちょっとね、前奏をちょっと熱く語ってしまうというところなんですけど、ダンスについても見ていきたいところでございます。で、まず最初はですね、やっぱりオープニング、私が非常にこう注目しているのは始まり方でございます。行ってみましょう。アンパンマン登場というところでございます。ここなんですよね。この演出の部分がすごく僕は面白いなというふうに思いまして、まあこれ絶対やってるわけではないですよね。ご衣装の雰囲気とかでちょっとできない部分はなかったりもありますけど、まあ基本的にはこのパタパタパタっていうふうにマントがはためいているような見せ方で始まっていく。で、ここで皆さんのそのポージングっていうところも、アンパンマンなんだっていう、あのアンパンマン、waiting for the アンパンマンっていう、そのアンパンマン待ってるんだよねっていうところの、そのキャッチーな見せ方というか、コミカルと言いますか、柳瀬隆先生の書かれてるあのアンパンマンの雰囲気なんですよね。だからアンパンマンというタイトルではありつつも、ムキムキの最強の男たちがデーンっていう感じで見せてるっていうよりかは、えいっていう、その子供の頃に見たあのアンパンマンの様子で始まっていくっていうところ、ここがつかみとしてめちゃくちゃ面白いなっていう風にまず思ったんですよ。このテテちゃんの洋服がはためいてるところと、アンパンマンだよっていう風に、ちょっとこう、なんでしょうね、子供向けのそういうエンターテインメントショーとかでもしかしたらこうやってやってるかもしれないよねっていうぐらいの、その分かりやすさと優しさ、親しみやすさみたいなポージング、このあたりの、なんでしょうね、ナムさんのこの、みたいな、この笑顔の感じとかもそうですし、あ、なんかそういう感じなのかなと思ったら、結構ビートが入った時にゴリゴリになっていく。このあたりから BTS さんたちの楽曲だよねっていうところの、その、なんでしょうね、いかつさみたいなものが出てくるんですよね。やっぱりこうヒップホップを大事にしているグループさんたちならではのサウンド感があって厚みがあるんですけれども、言うて歌ってる内容とか、そのテーマっていうところはアンパンマンなんですよね。ここの、ブレンドってどうやってしていくんだろうかっていうのが、ダンスでも非常に注目かなというふうに思うところでございます。巧みな構成力ということで見ていきましょう。まず大先生センターにいらっしゃってゴリゴリ踊っていくじゃないですか。で、その後ろにジミンちゃんが入っていって、大先生が右側にずれるとジミンちゃんがいた位置に大先生が入っていきます。ただその後すぐにジミンちゃんがこれフロアを使うっていうところですね。ここがまたすごいところで、ここでジン君とジミンちゃんが外れます。
で5人になってパキーンと打った方向を見たと思いきや3人になるっていうところで、最初の7名様のところから2っていう風に減らしていって、構成をいつの間にか3にしていくんですよ。このあたりのダンスとして見た時の攻め方結構えぐくて、アンパンマンって言ってパタパタパタってしていったところから、結構ダンスコンテストでもうそのまま使えるんじゃないかっていうぐらいの構成力なんですよね。でその構成の使い方、人の吐けさせ方とか移動のさせ方とか、ジミンちゃんがフロア使っていくところとか、一瞬斜めのライン作るところとか、ここら辺とか斜めのライン一瞬作っていくところとか、すごく演出も凝ってるんですよ最初からっていうところのコントラストですね。かなり本気でいきなり取り組んでくるよねっていうところがポイントかなっていうふうに思います。でこのあたりとか、あの大先生の振り付けだったりとか、まあ、グクちゃんジンくんだったりとか、歌詞の内容とかをこう取ってるよねっていうところで、その飛び立つところだったりとか、まあ、その擦り傷なんてっていうところの、ここの大先生、例えば膝をこうちょんと当てるところとか、歌詞のニュアンスを取りながらダンスっていうものも組み立てられているっていうところになりますよね。最後ここは妄想っていう多分なんかこうワードがあったと思うんですけども、その部分頭の中がっていうところのバババババっていうところを大先生ここ表現しているっていうところにもなってますよね。でそのえずんつかつくつっていうところもそうなんですけど、歌詞の内容を具体的にこう取っていきつつ、表現室へ行きつつも、その後のこういうノリ感、ヒップホップ感みたいなのがやっぱりベースにずーっとあるので、ダンスとして見た時のやっぱりそのまとまり感っていうんですかね、があるんですよね。そのアンパンマンって言ってパンチとかそのキックとかっていう、そのストーリーに寄りすぎちゃってるのではなく、あくまでもやっぱりそのヒップホップダンスっていうところがベースにあってっていうところになるので、ルールの中でしっかりとアンパンマンをじゃあどう表現して取り入れていくのかっていうところになります。アンパンマンとヒップホップの割合で言うと、ヒップホップの割合が7とか6ぐらいですかね。でアンパンマン要素とかその歌詞の内容っていうのが3とか4とか少しずつこう入ってきてるかなっていうふうに思います。でこのあたりとかはシュガちゃんに今度位置が変わっていくところになりますね。で今ちょっとこう下がったところとかも歌詞のニュアンスをおそらく取っているのであろうっていうところ、でまあスーパーヒーローになっていくよねっていう歌詞のところのニュアンスとか、あとはその言葉の歌詞ちょっとね今全部出てこないんですけども、このあたりもワオっていうところのこのジェスチャーも歌詞に合ってるんですよね。でこの後ですね、ジン君とシュガちゃんがぶつかってって入れ替わってアンパンマンっていうその歌詞でこのポーズを取りに行くっていう、今回のこれがもうまさにアイコニックポイント、ジン君が取ってるこのポーズがアンパンマンっていう楽曲を一番こう象徴するポーズになるんじゃないかなっていうふうに思います。でこのアンパンマンをしながら乗ってってるじゃないですか、アンパンマンポーズがそのままダンスになっていくっていう、もうこれを見た時にうわすごいなっていうふうにやっぱり思いました。その説得力ですね。なんか別にふざけてるわけじゃないんですよ。真面目にこのアンパンマンポーズを取って真面目に乗っていくんですよ。そしたらそれがかっこよくなっていくっていう、今まさにその日本のアニメとかってね、またクレヨンしんちゃんとかも結構流行ってますけど、それよりもだいぶ前に実は BTS さんたちってアンパンマンという題材でそのクリエイティブしてるっていうところ、だから結構先駆けてるなっていう風に今見ても思うんですよね、このあたりとかね。でポーズを取りながら皆さんが集まってくるところで、7人が集まるのでアベンジャーズになるかと思いきや、でもやっぱりどこか皆さんアンパンマンなんですよね。でこのあたりサビ前のところでテテちゃんのこのダンスとか肩のシェイクが入るじゃないですか。このあたりとかのそのダンスについてはめちゃくちゃダンサナブルっていうところがあって、アンパンマンのポーズしてからのその行くぞってやったヒーローからのクックックって下げて肩のこうシェイクに入っていくっていう、そのポーズからダンスに行くまでのところ、さっきのジン君のポーズからノリに入っていくところみたいな風に、なんだかんだそのポーズとかしたんだけれどもかっこよいそのトレンディーなダンスに持っていけちゃってるっていうところがすごいんですよね。絶妙なんですよね。そしてサビでございます。チャンチャチャンチャチャラチャンチャン、チャンチャラチャチャチャラチャンチャン、
このあたりもノリ感っていうところで、その激しさとか難易度で言ったら割とこう標準の部分かなっていうふうに思います。サビのところでめちゃくちゃかっこいいドープな、なんかもうやばいノリ、それこそマイクドロップみたいなダンスになっちゃうと、ちょっと世界と今回伝えたい世界観と合わなくなってきちゃうんじゃないかなっていうのもあって、それで言うとこのぐらいのノリ感っていうのが実はすごく絶妙に合ってきてるんじゃないかなっていう、ズンチャチャ、このズンズンズンチャチャの部分ですかね、とかのこのノリ感も1円2円っていう風に乗りやすいじゃないですか。1,2,3,4,5,6,7 みたいな風になってるので、踊りやすさみたいなところがあるんですよね。踊りやすさがあるっていうことは見てても見やすいっていうところになるので、それで言うとすごくベーシックなスタイル、じゃんじゃんでこう手叩くところとか、タンタタンタタンタンタタンタタンタンラタン、まあヒーローのポーズ、このアンパンマンのポーズが絶対に取られるっていうところとかもそうですし、まあバンタンアンパンマンっていうところのアンパンとかバンタンっていう言葉のその被せ方というか、そこにこう合わせて手を叩きに行くところ、バンタンっていうところで確かこう手を叩いてるかなっていうふうに思ったりとか、バンタンとかバンタンとかじゃないんです、あくまでも手叩くっていうこの感じがね、うわーみたいな、普通だったら多分バンタンみたいな、自分たちをその刺すみたいな、鼓舞みたいな雰囲気でちょっとカッコつけたくなるところを、あえて前にこう手を叩くところの、手を叩くところの手拍子で取りに行くっていう、なるほどなーっていう風になるんですよ。絶妙なところに手を叩くというその所作を置くんですけど、確かにそれ正解だわみたいな風になるんでございますね。でこのあたりニュージェネレーション、まあ僕らがその新しい時代のヒーローだっていうところで出てくるこのシュガちゃんのこのノリ感、ノリ感、みんなでどちらかというと乗ってるパートになりますよね。なので複雑なことをしていくというよりかは全体のノリ感で見せていくっていうところも結構大胆に取り入れられてるのかなっていうふうに思います。でこの後一回広がってからまた集まってってダンスに入っていくっていうところになりますね。でこのあたりとかすごくうわーうまい秀逸って思ったのはここですね。空を飛ぶそのヒーローっていうところで飛行してる部分と、でも足元のこのステップ感っていうところの合わせ方、うわーっていう、そのいわゆる楽曲のアンパンマンという世界観、空を飛ぶっていうヒーロー感とダンスのリズム感とかはちゃんとその中に入っていて、でつなぎ方もじゃあこの飛んでるステップ感っていうのをゴールとした時にどうやって持っていくってなると、最初はノリ感なんですよね。あくまでも細かい具体的な振り付けで何かっていうよりかはみんなでワイワイこう乗っていくところを一旦広がって大先生出てきてもう一回集まってノリ感で見せていくっていう、シュガちゃんの時にもノリ感があったんですけど、シュガちゃんの時よりはもうちょっと解像度を高くしてダンスな雰囲気をノリ感のところに合わせていくっていうところがあって、みんなで乗ってってからのこの飛行状態になりながらリズムを取っていくっていうダンス、これがあるのでやっぱかっこいいんですよね。でこのところでポイントなのはジミンちゃんが倒れてるっていうところですよね。バーンっていう風にみんなが倒れた後にみんなが起き上がってくるんだけど、ジミンちゃんだけまだ起き上がれなくてっていうところで、ここでアンパンを自分の頭をちぎってジミンちゃんのところに届けるっていう、でジミンちゃんはそれを食べる、ここなんてもうもろにアンパンマンの描写なんですよね。でそこからアンパンマンっていうその元気がみなぎってきた、よし戦えるぞっていう風になるところでこう乗っていくっていう、いやーだからその大真面目にアンパンマンやってるんですよ。大真面目にそのパンをちぎって渡して食べるっていうそのアンパンマンのあの世界を本当に忠実にこのダンスに取り入れていくっていうすごい選択肢なんですよね。でも柳瀬隆先生も何でしょう、アンパンマンをもちろん子ども向けのアニメではありますけれども、でも真面目にやっぱり
その、なんでしょう、作ってらっしゃるじゃないですか。で、そういうメッセージ性だったりとかを子供の向けに作ってるっていうところで、私、あの、アンパンマンのアニメを作られてる方たちも大人の方たちで、あの、真面目にやっぱりそのアンパンマンっていう世界を届けるわけじゃないですか。っていう、その、なんでしょうね、アンパンマンって、めちゃくちゃ大人になってから見て学びもすごくありますし、なんかその子供向け番組なんだけれども、でもやっぱりどこか本質をついていて、で、そこから今だからこそわかる、その理解できる部分ってあるよね、とか。で、その頭を、その自分の頭を食べてもらって元気を与えるってこれすごいなっていう、その自己犠牲なわけじゃないですか。もうシンプルに水がかかったら弱くなっちゃうっていうパンだもんねっていうところの、その世界とかルールとか条件だったりとかってすごいですよねっていうのを多分あの言ってらっしゃるんだろうなっていう風に、だから超真面目にこのアンパンマンの世界をダンスに取り入れたのならばっていうところなんだなっていう、いやー、このノリ感とかもね、シンプルにかっこいいんですよね。ちょっとジミンちゃんとグクちゃんがハイタッチするところとかポイントだなっていう風に思ったのは、リズムの刻み感かなという風に思いまして、結構足元の動きが多いじゃないですか、このあたりとか。ツンチャ、ツンチャ、ツンチャ、チャチャチャ、ツンチャ、ステップが重視のパートになってるんですよね。タカチャカチャ。で、さっき3だったところからジン君一旦はけて4になりますと。ここも振り付け的には繰り返しですね。内容的にもめちゃめちゃ複雑なステップを取り入れたりとか、めちゃくちゃ難しいことをしてるというよりかは、あくまでもベーシックなノリ感とベーシックなステップ感で見せていく。で、そこに対して人数を少しずつ増やしていく。チャ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 、ドンドンパッパ。で、ラストのサビに向かっていく。横一列を作っていく。で、このあたりのタッ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 とかもそうなんですけど、ノリ感なんですよね。振り付けのゴリゴリのっていうよりかは、あくまでもその曲の世界観に対して踊りに行ってるっていうところがちょっとあって、その手を叩くって何かその鼓舞するとか、音楽にそのこうしていく、応えていくっていう状態なんかなっていうふうにちょっと見ていて思うところもあって、そういう意味で言うと結構音楽に対してリアクションしに行ってるんですよ。こう手を叩きに行くところとかもそうなんですけど、音楽を聴いて乗ってる感じすごく出るじゃないですか。この乗り感が僕は結構大事なんだなっていう風に思ったんですよね。アンパンマンという振り付けでゴリゴリこう踊っていくっていうだけではなく、その音楽を聴きながら踊っていくっていう、自分たちにその曲をまた言い聞かせてるみたいな感じじゃないですけれども、なんでかっていうと、やっぱりどこか自分たちがアンパンマンであるっていう、スーパーヒーローではなくアンパンマンであるっていうところの最強じゃないんだよね、自分たちはねっていう、そのマインド感とノリ感が実は結構合ってるんですよね。で、ここもですよね、大先生がね、アンパンマンって言って出てきて、みんなでこう行くぞーって言ってなって、なんだけれども乗り方がめちゃくちゃえぐいっていう、ここでまたぶちかましてくださるところがすごくいいんですよね。アンパンマンなんだけどもダンスえぐいよねっていうところですよね。そのえぐみみたいなところをソロの部分でこうしっかり見せてくださることによって、やっぱり説得力が生まれるところもありますよね。ダンチャカタッタッタでナムさんですね。で、ダン、これですね。ポーズ取って一個グンって乗るところ、このポーズもあくまでもやっぱりアンパンマン的ポーズというか、そうなんですよね。超超スーパー最強ヒーロー、無敵のヒーローじゃないよねっていうところ、でもこれが親しみやすさでもあり、だからこそついていきたくなるヒーロー感なのかなっていうふうに思うんですよね。何かアメリカのショーか何かの音楽番組でナムさんが最後ポーズ取ってニコってするところが、なんかね、すごいズワーってきちゃうのよね。なんかね、その
人間味というか、なんだろうな。で、そこをアンパンマンっていう、その、完全ではないヒーローに例えるあたりが、もうね、完璧すぎるんですよね。で、そのどこか、儚い世界観、じゃないですか。楽曲の音色とかもちょっとどこか儚いじゃないですか。っていうところに対して、ゴリゴリに踊っていくんだけれども、みんなのそのノリ感で見せていくところ、自分たちをその鼓舞するじゃないんですけれども、そういう雰囲気にも見えるんですよ。ダンスがちょっとこう踊ってる中で、頑張んなきゃなじゃないですけれども、頑張っていくんだ俺たちはっていうのも見えてくる。で、そのポーズとかも、そのめちゃめちゃイケてる、超カッコつけポーズじゃないじゃないですか。行くぞっていうその鼓舞ですよね。なんか象徴的ポーズをあくまでも取るっていうところでも、どこか、心もとなさもあるんだけれども、その7人が集まったこの、最後の集合しているこのポーズにでもなんかそのついていきたくなるというか、なんかやっぱ守ってくれる気がするじゃないですけども、安心感、完璧ではないけれどもそこに寄り添いたいというふうに思えるっていう、その今この喋ってるそれすごい絶妙な世界観というか空間じゃないですか。っていうのがこうダンスでじゃあどう表していくっていうところ、ちゃんとやっぱり実力があるよねっていう、歌もダンスももともと実力がある方たちじゃないですか。でもどこかやっぱり人間だしっていうところでの弱さとか、もちろんそのみんながみんな完璧ではないよねっていうところを歌ってるわけじゃないですか。でそういう僕らだけれどっていう話ですよね。なのでそこをダンスで、そこも踏まえた上でどう見せていくのかっていうところは、すごくこれテーマとしても難しいと思いますし、かっこつけすぎてもいけない世界であり、どこかにやっぱりアンパンマンっていう要素とかスーパーヒーローっていう要素の、それをダンスにどう昇華していくのか。で、あとはその曲と BTS さんたちの、関係性みたいなところをしっかり見せるためのダンスとして、どういう風に、ノリ感をつけていくのか、リズム感をベースとしていくのか、ゴリゴリのブン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 の振りでいくのかってなった時にリズム感だよねっていうところ、その選択肢があったのかななんていう風に思ったりして見ていくと、めちゃめちゃこれは読解力が必要とされるダンスを作る上で、ですし、ダンスを見ていてもめちゃめちゃ絶妙なラインを、作っていらっしゃるんだなっていうのを感じた次第ですね。これもし仮にですけれども、こういう今回コンセプトでいきます、こういう楽曲です、こういう歌詞ですって言われて、じゃあこれでダンス作ってくださいってなった時に、どうしたらいいんだろうか、多分なるんじゃないかなっていう、普通の人だったらなると思うんですけれども、見事にやっぱりそのところを、振り付けとしてこの絶妙な世界観を作ってくださったリアハタ先生ですよね。やっぱやっぱりすごいなっていう風に思います。リアハタ先生だったらもうめちゃめちゃえげつない振り付け作ろうと思えば作れる方が、今回アンパンマンという楽曲で、じゃあこういうテイストでっていう空気感というか世界観というか、その淡い部分をこういうダンスを当てるっていうところに、絞ったっていうのがやっぱすごいところだなっていう風に思いますね。ダンス的に絶妙すぎますね、このあたりはね。はい、という感じでいかがでしたでしょうかというところでございます。皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメントなんかいただけたら嬉しいございます。よろしくお願いいたします。ゲームからは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、つい。